成長チャンネルで僕らは育った成長チャンネルの子供たちだ。はい、成長チャンネル、成長チャンネル始まるぞ。パラッパラパラッパラララ、ラ、はい、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんはでございます。ちょっとね、まあ、23時をちょっと、回ったあたりでございますが、今日はねちょっと皆さんにね紹介したい人がいるんですよ。はい、なのでちょっとその方が大将になっているお店でちょっと行くと思ってるんですよ。お店をやってらっしゃるんですか？お店を やられてるんで、ちょっと今日そこ行こうと思ってるんですよ。はい、なのでちょっと行きましょう。はい、目黒駅のすぐ近くです。目黒駅周辺です。うん、こちらです。あれだ、出るかな、下だ、炙り清水。はい、お店やってらっしゃるんですか？お店をやられてるんで。どうもこんばんは。こんばんは、お願いします。あ、どうも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 。あ、大将どうぞ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 。奥、奥がいいですか？どうもすいません、こちらの、はい、ご主人です。ご主人、あ、紹介したい人っていうのはこのご主人ですか？そうです。紹介したいのはこのご主人なんですよ。ほうほうほう。どうも。まぁ、あ、ちょっとじゃあ結構全然わからない。ご主人もちょっと軽く一杯やりましょうか。久しぶりなんで。そうですね、はい、久しぶりなんで。じゃあご主人、あの、私はご主人何飲みます？僕はビール一杯やろうかな。あ、じゃあ私もビールで。わかりました。はいはい、じゃあちょっとつまめのものがありましたら。わかりました、ちょっと用意します。はい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 。わかんない。清水っていう、わかんない。いや、清水さんじゃないです。あ、清水さんじゃないんですか？はい、炙り清水というお店なんですけど。ああ、清水さんではないです。知らないの？松本さんも結構近いんじゃないかな、関係性で言ったら。関係性で言ったら近いです。なるほど、そっちか。そっち、やめた AD のなんかっすか？もうそれわかんないです、俺。やめた AD は、あのね、めちゃイケをやめた AD とか、わかんないな。制作会社をやめた AD だったら別に、あの、そこまでね。 AD さんやめた人はもう多分何人ぐらいかな。まあ30人ぐらいじゃないかな。もう星の数とは言いませんけど、うん、通り過ぎた人も、あんな AD いたっけな、覚えてねえな、ね。いやいやいや、あれお待ちどうさまで。おどすお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 す。どう、大将もう終わりだからね。もう終わりだから、もう終わりだから。もうちょっと軽くね、久しぶりなんで。そうです、ね、もう何年ぶりになりますかね。ちょっと、まあ、俺のないですか？俺のAD ないですか？お前ダメだろうが、今仕事中だ。多分 AD でしょ、めちゃイケの。まあ、ちょっとやめた。ちょっと待って、多分めちゃイケの、そう多分めちゃイケの AD じゃないです。あなた言い方違うんですか？違います。めちゃイケの AD だったらあなたチーフとかやってたわけだから分かるわけでしょ。分かんない。違います違います。業界にもうバリバリいましたよ。バリバリいたんですか？バリバリです。そうですね、バリバリいた。うん、ニューテレス。いや、あの、制作会社で、いや、カメラとか、そういうことではないです。技術さんでもさ、そういうことも知ってるわけです。久々に聞いた。はいはいはい、ちょっと知ってる。じゃあちょっと乾杯しようよ。そうですね、はい、久しぶりに。おっす、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 おっす。なんでお前が飲むんや。なんで、じゃあ飲むんすか。あ、そうか、まあまあいいよ、まあいい、いや、みんな飲むで。せっかくだから目黒ね。そうですね、目黒の駅に乾杯。おはようございます。あれ全然わかんないの、本当に。まだピンとこない。ピンとこないです。まあちょっと喋ってもらったらなんとなくわかるかな、うん。言ったらさ、喋、うん、ったのは 4,5 年前が最後あるね。喋ったのは、うん、喋ったのはね、なんか生存確認じゃないけど、お互いどんな感じのことをしてるみたいなのはしたよね。したで、会ったともなると20年ちょっと前ってこと。うわぁ、あ、もう20年ぶりぐらい会うのはね。はぁ、
あ、そんなん俺分かんないっすわ。じゃあお前その時めちゃイケやってたろうが。いやだって山本さんで20年ぶりやったら俺絶対分かんないんじゃないですか。なんで？あ、その間俺が合ってる可能性あるってことですか。その間山本さんが、もしかしたらだってあの頃だってまだあっちいるわけでしょ。そうね。そしたら合ってる可能性もある。あっち、あっちっていうか、あっちっていうか、もともとそっちだもんね。もともとこっちだから。なんかそれは言えないですか。え、それは言ってください。いや、もういや、こっちとそっちが全然わかんない。どっちの人ですか。どっちの人って、だから俺はもともとこっちの人だったな。そうですね、もともとこっちの人だった。それがこっちになったんだ。もともとこっちの人から東京の人と、こっちの人と東京じゃないんだよね。東京じゃないんだよ。今はご主人だけど、当時はご主人じゃないんだよ。うん、そうだね。そう、ここは、ここはいつからだっけ。先月3月9日にオープンしたばっか。3月9日からご主人になったんですよ。だからご主人って今呼ばせてもらってるけど、その前はご主人じゃない。ないよ、ここのご主人じゃないから。はい、うん、それでなんかいろいろやられたよね。だからなんかやってで、やってたんだね。で、だけどそのいろいろやる前は私もそっちの人だったの。ぐーっと戻れば東京ボードビル、東京ボードビルの人ってことですか。そっちっていう正解。あ、東京ボード、東京ボードビルショーの人、人、人だしたの。だった。そうね、だからあれが平成元年の4月です、はいはいはい、に東京ボードビルショーで出会って、はい、やった。はいはいはい、我々で研修生として。そうね、うん、そうそうそう。で、で東京ボードビルショーといえば、うん、まあ私もそうだし、うん、いるでしょう他にも。加藤でしょ。そう、はい、加藤もここに入ったんです。3人ね。3人というか、いた、入ったらいたんだ。はいはいはい、加藤さん。え、お名前も何も聞いてないですよ、まだ。そうです、だからこっからです、はい、こっから、はあ、こっからです、はい、で、うん、東京ボードビルショーに入った研修生の中で、うん、一番若かったのが加藤と彼と、うん、これが一番若い2人だった、うん、で、その次が俺だった、うん、19、20歳、うん、で、俺が21みたいな、うん、で、入った3人が一番若くして、うん、一番最初にライブを見に行こう、うん、つってこの3人で渋谷にあるラママのお笑いコントライブに見に行って、うん、その見た後に俺ら3人でお笑いやろうぜって言った次の月にネタ見せして、うん、そのラママのライブに出た初代のトリオ極楽とんぼのもう一人です。初代の極楽とんぼっていうか、う、極楽とんぼで3人やったんですか。極楽とんぼは3人、トリオだったんです。え、それ有名な話ですか。あなた知らなかったの。はあ、え、何でしたっけ。結構有名な話、結構いろんなところで喋ってるけどそこまで広がってないのかな。分からん、あれ俺だけかな、鈍感で、まあ、自己紹介をして。ああ、自己紹介、はい、はい、どうも、今は主人ですが、はい、元極楽とんぼの桜庭博道です。どうも。桜庭博道さん。そう、桜庭博道。博道、博道。3人、トリオだったの。え、いつまで3人だってたんすか。トークスリーの時いなかったでしょ。もう最初の1年ないです。ないないない。え、いや、1年もいないんですか。ない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 。で、ライブを、あのラママのコントライブ1回出たんだっけ。うん、ああ1回出て、その1回出たトリオで出た時に、それなんか取り上げられたんだよね、番組で。そう、ドキュメンタル番組みたいな、追っかけ番組で。で、俺ら3人でラママ行った時のやつが取り上げられて、うんうんうん、で、俺ら東京ボードビルの、まあ、事務所に呼ばれたの、うんうんうん、で、
こういう活動はあの研修生を1年やった後じゃないと、うんうん、あのテレビの仕事はしてくれるなって言われて、うん、で加藤がそんなんだったらもう出て俺らを普通にやろうぜ、うん、そんなんは聞いたことあるので辞めるけど山本どうすんだで俺もいやそれ出ようぜ、うん、で、うん、俺桜庭に聞いたじゃん、うん、でもどうすんだって言ったら、うん、僕はボードビルショーに入りたくて入ったから、うん、僕はボードビルで頑張るって言う、うん、ああなるほどって言って俺今でも覚えてる博多の馬場のなんかのランチを食べる店かなんかで、でもい いいのかっつって俺ら出るぞっつって、うん、俺ら二人で吉本行くけどっつっていいのかっつったら僕は大丈夫だ役者を目指してそっかそっかな北海道から出てきたから俺はここで頑張るよっつってじゃあ分かったっつって桜庭は残ったなんかどっかでいや俺もずっと考えてたんですけどなんかどっかで言ってたような気がすんなって言ってるよ結構それ山本圭一が東京ボードビルショーで出会うでそこには実はもう一人桜庭博道という男がいたんです東京ボードビルショー時代でこの3人でお笑いのライブを見に行ったんです渋谷のラママにありますなんか山本さんが結成当時、うん、B21 に憧れてて、ヒロミさんみたいに回しをやってたっていう話そうそうなんかどっかでしてましたそうそうだから俺がないっけ俺はなんかそれいろんなところで多分そんな話してるそれ両脇にいたっていうかそう両脇にいてでなそんなあれかなその話かなそで俺がヒロミさんヒロミさんやってたってなでヒロミさんであれ誰に聞いてんの右側が桜庭メガネをかけてたねメガネをかけてたね水谷豊みたいな、ね、水谷豊さんみたいなメガネをかけてて丸メガネかけて身長もだちっちゃいんだけど、うん、ちょっとなんかおちょけれるんだよなんかこうこんな変な動きをするチンさんみたいなチンさんみたいなミスターチンさんまさにで加藤はデビさんあ、デビさんだデビさんだねデビさんで俺がお前違うだろ違うだろっつってお、なるほど俺がヒロミさんよお、真ん中で俺完全にヒロミさん、俺昭和曲がりだからはい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 で、ちょっとこう、巧みにこう、江戸弁江戸弁をこう、巧みに言いながらお前違うだろ違うだろっつって東京生まれですもんね東京生まれですそうか今からの泥棒はなみたいな感じではい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 そうそう、泥棒というのはこう、なんていう葬りかぶって黒装束に身を包むんじゃないんだよと今からの泥棒は DC だよ、DC って言って DC ブランドでかしいそれやってたよやってたやつだ長野郎 DC 金だよ長野郎 DC 金だよってそういうみたいなのをやってたそうなのその時の初期メンバーですあー、桜庭さんそうなんです桜庭博道です乾杯でもいいんじゃないですか乾杯よ、これはいや、どうもどうもすごいですねいや、僕本当にも知らなかったな知らなかった、この話、うん、だって、うん、恋の鎌倉さんとか、はいはいねはい、まあ、いろんな企画、うん、ネタでちょっとしたいろんな人に、うん、取材に行ってたじゃないですか、うんうん、桜庭さんっていうのは一回聞いたことなかったもん確かにねまあ言ったらもう吉本に入っちゃったから俺らがで吉本周りでまあ吉本芸人に俺らのネタとか加藤のネタを聞く方が多かったわけじゃんそうか吉本には入ってないからそうだ東京ボードビルショーにずっと残ってんで本公演をやってそれから役者さんでいろいろやってたからあ、もう役者さんはもう辞められたんですかそうですね、辞めました、うん、いつまでやられてたんですか、うん、ね、37、最後の作品は37歳今55とかですか54です、ね、そうです、加藤と同級生だあ、そうか、4、うん、そうかで、37まで37までまでやってて、そこでもうきっぱり辞めたんですきっぱり辞めた17年だ2007年ぐらいにも辞めてる、うん、7、8年に辞めたってことね、うんうんうん、それが最後の作品で山本さんが宮崎行った時に辞めたみたいな感じそうそのまあ、まあ、俺が宮崎に行くと同時に同時に、まあ、同時にってだから俺もね多分それまでは役者がどうのこうのって話も聞いててでその後だよね、うん、で俺が宮崎行ったタイミングで、うん、なんか連絡したら
なんか別のことしてるね、うん、郵便系のものねちょいちょい連絡は取り合ってたんですか。これ不思議と。だから桜庭は加藤とは連絡は、いや取ってね。そう、加藤さんでも年は一緒ってことですね。年は一緒なんだけど、うん、なんて呼んでたんですか。浩二。あ、やっぱみんな浩二。浩二みんな浩二。浩二だから、あのだから平成の最初の頃の人たちはみんな浩二。浩二。それこそな、だから初日だっけ、うん、初日全員で集まった日に一人だけ来ない、それが加藤浩二だったね。なんすか来ないって。いや寝坊かなんかして、一人遅れてる人がいるなみたいな。で次の日に加藤が来て、ほうほう、で俺は若くて田舎者だけど、ほうほう、ちょっと面白そうなやつがいるからっつって、ロング、まあ、桜庭とロングコートですか。その頃はロングコートじゃん、なんか変なね、ロングコート、いやいや、もうジーパンにロングコートはもう吉本に入ってる。あー、なるほど。その頃はね、ジーパンにダッサいこの牛骨のこんな何ですか、牛骨、牛のこんなバックルをつけて、でだけどベルトの方がでかい、ベルトがでかいで、牛が小さい、普通なんか牛の方がでかくないといけないのにバックルが小さくてカールがでかいみたいなのをしてたりみたいな。その頃から変わった、まあ、だから加藤が、まあ、一番最初に、まあ、結婚したよね、うん、結婚して子供も、うん、今は3人3人でしょ。で、いや桜庭子供なんか先月子供生まれたんですよ。先月。そうなんです。先月。先月。ちょっと待って、今4月の今13、14日開けて、そうか、で先月って3月よ。だって3月あなたお店オープンしたばっかりでしょ。ばっかり。店出すわ、子供生まれるすごい。そうよ、男の子が生まれる。男の子が、男の子54歳してパパですよ。うー、そうか、54でパパか。そうか、おめでとう。ありがとうございます。54でパパそうに、どうするんですか、結成するんですか、また結成したいじゃないですかもう一回。で一応ね、俺もね、今回ね、今回何かあったんですか、狙い。いやだからこうやって桜庭と、うんうん、会うにつれて、一応加藤に LINE 入れたんだよ、うん、あ、リアル LINE、 リアル LINE。 うーん、今日実はつって、桜庭とケイチョンチャンネルでロケするわ、うん、はいはいはい、一応報告まで、はいはいはい、で一応入れたの、うん、はいはい、了解とだけ入ってたなんだそれなんだその了解、なんやろな、なんだ了解って。で一応、はいはい、ここのお店もタグ付けして貼っつけときまして、あ、なるほど、行ってやってっつったら、はいはいはい、了解っつった、了解と、うん、ほうほうほう、こちらしいここで居酒屋さんですか。居酒屋です、うん。ここ何が、何がおすすめなの。焼き物も、見せてください、この黄色いところがね、おすすめですよ。あ、もう今日火終わっちゃったっすか。いや、まだつけてますよ。大丈夫、ケイちゃん食って帰りましょうよ。いや、ちょっと食うわ。うん、いける、いけますよ。行っちゃいますか。うん、行っちゃいます。行こう、止めます。ちょっと、定点しろよちょっと食おうよ。なんすかこれ。これレバーに網油を巻いてる網レバーです。当店のナンバーワンです。レバーに網油を巻いてる網レバー、いやーすごい、すごいっすね、なんかこんな、うわ、うわ、うまっ、うん、めっちゃうまい。うん、レバーに巻いてあるよね。すごい、俺初めて食った。うん、ちょっと変わりだね。うん、これおっぱい、うん、どういうこと。え、本当にあの豚ちゃんのおっぱい。豚の、うん、メスだけで、ね、そう、そうでしょ。へえ、美味しい。あ、あ、コリコリ、コリコリだ。うわ、ふわ、うん、食べたんね、うん、今度は、はい、タン
タン下と弁慶。弁慶豚のすね肉。すね肉、すね肉上州豚。そう、上州豚、群馬の豚です。これが弁慶。弁慶うまい。ありがとうございます。こっちはなんだっけ。タン下。タン下、タン下、タン下ね。タン下豚タン、豚タンも美味しいんですよ。うん。あ、どうも。あ、すげえ初期だ。え、呼んだ山さん。誰。東堂さん。おお、トゥードゥ。どうぞ上がってください。トゥードゥ、そうそうそう。え、東堂さんも桜庭さん知ってるんですか。お、源ちゃん。多分昔一回やったことあるね。あ、源。笹山と一緒にいるときに。源ちゃんだ。あ、まだ、まだ誰かいる。まだえ、政治な3人に。誰ですか。ソラポケットのマティさん。僕その時まだハワイ住んでる。撮っていいんですか。はい。そ、マティさん撮っていいの。いいですよ。いいです。オース。マティさん久しぶり。なんすか。なんで知ってるんですか。なんでマッコイの紹介で。そうなんです。見てもただね、マティさんがね、ご結婚してちょっとお子さんが生まれて、はい、ちょっとね、こう子育てがあるっつって、はい、ちょっと子育てが大変になってね。それまではね、めっちゃノリが良くて、どこにでも呼んだら来るらしちゃったの。そうだね。で、飯食おうだ、飲もうだっつって。なんでこんなにいっぱい来たの。なんでいっぱい来たの。どういうことだ、マッキー説明して。マーティーさんが、あの、藤屋にフラッと飲みに来たんですよ。で、僕、全然最初、馴染みのお客さんがただ飲んでて、小林チャンネル生配信してる時に横に座ってるから、この人誰ですかっつって。いや、もう失礼なんですよ。ちょっと失礼じゃない。失礼失礼。で、しかも僕フットブレインでサッカー大好きなアーティストとして、うん、そう、ゲストで呼んでるわ。テーマ音楽ない。これはダメだな。呼んだことあるのにあなた知らなかったってこと。いや、スナーポケットは知ってる。こいつ誰だっつって。スナーポケットは知ってるんですけど、相変わらず失礼なんですよ。だからびっくりですよ。山本さんとか、うん、マッコイさんとお知り合いだっていうのが僕も。だから今日マッコイさんも電話しましたよ。だけど、それ千葉にいるっつよ。あ、千葉ね。断られたんです。あー、違う、今日はね、違う、今日はここ何の店かって言ったら、はい、ご主人がいるんだけど、はい、あの、桜庭宏道っつって、はい、極楽とんぼのメンバーよ、初代。いや、俺、知ってました。極楽とんぼって最初3人の時の。最初3人ですよ。そうよ、だから今日は知ってるはずよ。もちろん、もちろん。知ってたんだよ、これ。なんで知ってんのに、あなた入ってきたのに、そんな普通に。もっとなんか、久々でしょ。久々でしょ、じゃあ。いや、でも僕、1回しか会ったことないぐらいです。3回目だじゃん。会ったことあるんです。だそれも、ほぼほぼ20数年前ってことでしょ。で、30年ぐらい前。30年ぐらい前ってことでしょ。笹山田どうのこうの。そんな感動してないですね。そんな30年ぶりに会って、いや、だってその時ほとんど喋ってもいないぐらいですもん。じゃあ一緒にやってんだって浩二に言われたぐらいで。桜庭も同い年だからね、あなたと。だって桜庭さんも僕のこと覚えてない。そう、覚えてる。いや、もう分からない。分からない。極楽とんぼなんですよ。仲間に皆さんで、じゃあ話しましょう。ようこそ、おいでくださいました。はい、おはようございます。おはようございます。すごいな、すごいね。お前も知ってるとかって言って連れてくるんですよ。俺最初 AD だと思って、めちゃイケやめてった。めちゃイケやめてった AD だとしたら、見たらすぐ分かるじゃん。なんか、雰囲気は確かに、雰囲気は業界にいてたっぽい、業界の人。で、僕最初山本さんと会った時、山本さん今みたいな滑覆行くのがあったんですよ。細くなるんですよ、まだ。たぶん80キロないぐらい。モグライダーのともしげよりも中ですか。ともしげぐらいじゃないですか。学大住んでる時です。学大住んでるから、まだそうだね。学生、学生ひねられたんですよ。学生ひねられた、あれ広島じゃないかな。学生ひねられて、学信じマッキーさんはいつからなんですか。あれも言ったら、だって結婚とかで、ね、コロナ全然前。そんな最近じゃ最近ですか、15年以降だから戻ってきたからですね、宮崎から。そう、で、だからあのマッティさんはマッティさんで、マッコイのところ、タカチャンネルとか、タカチャンネルのオープニングとか、やったりやってます。さっき小林チャンネルのえオープニングを作ってくれるから別に。ダメだよ、待って、そんな安請け。じゃあ何も感じねえって言われて。
感じないでやれないじゃないですか、やっぱそうだね、感じられないそれごもっともだよ。この桜がね、はい、だから2020年に結婚して、はい、で、3月、先月、お子さんを出した。54歳にしてパパでございます。おめでとうございます。僕50歳にしてパパでございます。今、ちょうど3歳です。3歳です。あ、東堂さんも50でパパですか。一番下。あ、一番下だね。あ、僕3人です、子供。あ、多い。子供が3人おります、ね、1人。そうです、第一子です。奥さん若いですか。そうですね、15したのに今40ですね。山本さんも、いや若いからどれくらいを目処にこう、いや、どれくらい目処にしようかな、作ろうかなっていう、ね、多ければ多いほどいいけどね。まあ、日本に稽古、まあ、いわゆるこう貢献するガッツガッツやんないとダメですよ。何をすか、何やる、子作りを。いや、でもこればっかりはさ大変ですね。いや、大変だよ、もう授かりでしょ。ガッツガッツやれいいってもんじゃないでしょ。いや、だけどやってたガッツガッツ、あの、すごいやつですね。確率を上げるためです。でも一人でもやっぱりタイミングとかってやっちゃうと、ね、やっぱ男の人って泣いちゃうんだよ、みんな今日だよって言われると、うん、このおっぱい、だからもうそういうのがない感じで、うん、俺今日生きてよと思ったら行っちゃうみたいな。それがたまたま3人だったってこと。はい。いやいやいや、味下げいらない。違う違う、そういうことじゃなくて、今は、あー、まあ、生活サイクルの、はい、そして配信して大丈夫ですか。え、配信して大丈夫、回ってますよ。これ回ってるの、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 これ、これ、こういうのあんまり好きないけど、ダメだよ、そんなの。いや、もう辛いな、そんなの。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。